スバルガワーゆうです。サイです。はい、来ました。どうすこい、どうすこい。テンション無理くらいでいかないといけないよね、今日はね。眠いらしい、ゆうくんが。いや、今日怒涛だったのよ。いっぱい喋ったからね。いろんな本当打ち合わせができたね。今後のスマイル活動、スマイル活動はやばいよ、お前。募金活動みたいに言うの、お前。今後のスマイルフラワーの活動をぜひ楽しみにしててもらったら嬉しいですね。その前にね、僕らのスマイルフラワーのチャンネルじゃないんですけど、マロン白書さん、コラボさせていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。とっても勉強になったなということで、この場を借りてね、マロン白書さんの方にも皆さんチャンネル登録してほしいですし、はい、自分のファンがやってくれることによって相手にもよく思われるし、自分の好きな人として上がっていけるでしょ、うん、だからちょっとマロンさんのね、あのチャンネルの方もたくさん登録していただいたりして、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、とりあえずね、もうこれで本編の方に行きたいと思います、うん、結構大きい話だからね。本日はセブンオーダー森田美優くんの脱退について、まあ、僕のダンスの師匠ですと。そうなんですよね。ということで、デュアルっていうセブンオーダー最後になっちゃったのかな、7人だったら、うん、そのツアーにね、あの僕も遊びに行かせてもらって、2人もね、うん、行かさせてもらったんだけど、楽屋も挨拶させていただいて、僕の SNS ね、見てくれてる方分かると思うけど、写真も撮らさせていただいて、Twitter、うん、にもコメント返してくれたりとかして、ジャニーズを一緒に頑張ってた時代からたくさん僕はかっこいい背中見させていただいて、本当に突然森田美優くんの脱退がパッと発表されたっていうことで、すぐに僕大勢に電話して、やばいよ、急だよっつって、そんなことなかって、むしろ今回はなんかみんなからもこう TikTok ライブやってたりとか、うん、インスタの DM でも森田美優くんに対してどう思いますかとかすごい来てくれたんで、僕らがやっぱリアルっていうか美優くんのいいとこを話せればなと思って、まあ、この動画をちょっと回そうかな。うん、たくさん美優くんのファンにも見てほしいし、セブンオーダー好きな人に見てほしいし、だから最後まで見てほしいなっていう動画ですね。うんうん、どれぐらいの仲の良さなんですか？ミュートくんってすごい大先輩なのよ。ジャニーズ Jr. 俺が入った時に関しても、もう多分何年も先輩なんよ。うんうん、仲良くできる部類でもなかったし、はい、入った時もスターだったんよ。俺もやっぱ頑張らさせていただいて、上に行くにつれて、まあ関わらさせていただく、一緒の仕事するって機会があって、どん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 こうやってミスに関わらせてもらうようになったんだけど、うん、だからといって何でもできるってわけじゃなくて、親しき中にも礼儀ありって感じがありながら、うん、ダンスをこう送り合わせていただいて、感想を言ってもらったりとか、っていう感じで、そんなこんなやってて、まあ、今の俺のダンスがちょっとある。プライド強いからさ、人認めたくないみたいなのもあったりするんだよ。うんうん、でもやっぱミュート君のダンスだけはずっと言ってるけど、あのステージ上での存在感とか軽やかさみたいなものは森田ミュート節しか出せないなさ。そうなんだ。そう、あれはすごい尊敬してる一人ってことですね。もちろん、はい、そこがなかったら多分今のそのダンスっていう楽しさだったりとか、俺ダンス頑張ろうみたいなものなかったから。ああ、そう、大師匠じゃないですか。そうね、結構その脱退が発表されてからすぐ LINE してましたもんね。みんなの俺ツイッター目を見てて、全員のメンバーのブログも見たのよ。みんながミュート君に対してコメントしてるとか、うん、いろんな意見がある中ですぐ送ったのが、うん、まあ、ミュート君本当に長い間お疲れ様です、まあ、何が正しいのか、どういう言葉をがあの正解なのかわからないけど、ずっとかっこいい背中見させていただいてありがとうございますってまず送って、ミュート君も今後選ぶ道は全部応援しますっていう、であとダンスが本当に好きな時がミュート君だから本当にあの感謝してます、ありがとうございますみたいなこと送って、ミュート君からもこうしっかりとした文章を送られてきて、うん、で今後も自分が思う道ゃあの進む、残念な報告になってしまって申し訳ないってことを、うん、こちらこそユウの活躍を応援してるよっていうことを言っていただいて、みんなの立場としてはまだまだ見たかったとか、セブンオーダーの7人じゃなくなっちゃダメだとか、いろんな意見あると思うけど、最終的に俺なんか言えるのが、みんなにも思っててほしいなと思うのも、ミュート君もやっぱ生まれた時は同じ人間で、家族もいて周りの友達もいてっていう環境の中で、多分自分の全部を費やしてきたと思うのね。決断ってめっちゃ大事だと思うよ。いやマジでそうですよね。本当に誰かを辞めるとか始めるってめちゃめちゃ勇気のいる決断ですからね。あのツアーが終わっていろんな景色見てさ、あんだけのお客さんに囲まれてたらやめづらいと思うんだよ、ね、それでもやっぱりミュート君は自分の人生生きたいって選んだことっていうのは、うん、いろんなものを捨てる覚悟もあったと思うし、なんか悲しましたって思ってもちゃんと自分の人生歩むってことは俺はすごいかっこいいことだなって思うかな、うん、どういう活動するかって俺もまた明白に分かんないけど、うん、ミュート君が生き抜いてきた人生みたいなの変わんないから、今後も俺は応援したいし、みんなもそれがどんどん届いていったら分かるんじゃないかなみたいな。逆にその一応セブンオーダー見に行ったじゃない、うん、どうも思いました。セブンオーダー全体に対してもそうだし、今回の発表に対しても、俺はあのデュアルのライブツアー見た中で俺全然まだまだ突っ走ると思ってたから。ああ、それは思った。別になんかそんな雰囲気なかったし、僕は楽屋挨拶直では行ってないけど、うん、なんか普通にみんな楽しそうに喋ってたじゃないですか。僕は廊下でポツンってこうやってみんなの話し声をやって聞いただけなんですけど、うんうん、本当に急な感じはすごいしたから、うん、ファンの方々は絶対に残念だろうなっていうのは感じますけど、みんな応援してくれるんじゃないですか、今後の道は。うん、推しの道を、推しは押せるときに押せっていうのと同じで、本当わかんないからね、うん、押せるときに押さないといつどうなっちゃうかわかんないから、うん、ということで、僕たちのことをしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。大勢も今話してくれたけど、俺このなんか脱退の仕方っていうのは綺麗な脱退の仕方だと俺は思うよ。うんうん、そう思う。で、大勢もちょっとちょろっと聞いてたって言うけど、みんな仲良さそうだった。みんなが認め合ってずーっと試行錯誤して2年前から脱退だったから、うん、タイミング本当に見てみんなのこと思った結果がここだったんだと思う。もちろんメンバーのみんなも辞めてほしくはないと思う、うん、もちろん、うん、
けど、みんな背中を押してほしいなと思います。これは分かってほしいんだけど、シンプルに俺はいいことを言いたいし、俺が伝えられるリアルを伝えたいからこのチャンネルやってるし、セブンオーダー見た時に嫌な思いするものだったら出さないけど、俺は絶対セブンオーダーがもっともっといくなと思うし、何よりもこうセブンオーダーのファンでもあるし、うん、今思うとデュアル見られてよかったよね。いや確かにね、うん、こうなって7人は見れないわけですからね、今後行ったとしても。僕は最初で最後だったから。僕もでも初めて見たから。あ、そうなんだ。ライブ、あ、そうなんだ。俺ブログ見たんだけど、うん、安江君が書く言葉ってかっこいいなって思ったし、アランが書く文章みんなすごかったんだけど、アランはもともとね連絡して招待してくれたから、アランは本当に仲いいんだけど、本当に変わらずいいやつなのよ。なんか心配だなとも思った。言葉にしたい、一番多分熱い部分持ってるやつだから。だからこう文章見た時にも、7人でのセブンオーダーはここで終わりですみたいな、俺のセブンオーダー終わりですみたいな感じのこと書いてたから、ブログでそんだけ直属に書けるっていう勇気とか、自分の思いを発信できるってかっこいいんだけど、でもなんかこうどうなっちゃうのかなって個人的にね、友達なら知らないけども思った。やっぱそれぞれの個性が出てて、なんかみんなの人間性が分かるブログだったというか、うんうんうん、やっぱあれが愛されてエモいってなるのが分かる、うん、だから俺らもそうなりたいね。だから応援よろしくお願いします。やめるってことは、じじエモくなりたいって話。セブンオーダーのライブ行って思ったけど、アーティストだけどやっぱファン層はジャニーズっぽかった。そうですね、なんかアイドルを推しに来ましたみたいな感じがすごかったね。そう、それがやっぱ良かった。俺らもあの感じを作りたいと、うん、まあ今後のねセブンオーダーも6になっちゃうけど、もちろん応援してほしいし、僕らも応援するし、もちろんもちろん、うん、ミュート君もミュート君で何するのかはまだ分からないですけど、一人の人間として応援していきたいなと思いますし、うん、そうだね、はい、うん、そんな感じかな、伝えたいことは。そうね、まあだから今後ね、僕らの方もこうガンガン活躍していって、セブンオーダーとかとはちょっと違うけど、音楽も出したりとかするから、うん、なんかこう好きになってっていうのをガンガン教えるわけじゃなくて、まあ、好きになってほしいんだけど、なんか楽曲見て面白いなと思ったりとかしたら、でリアルなファンになってもらえたら嬉しいなと思って、こう一生懸命頑張ってるから、まあ、今後の発表もなんか楽しみにしてほしいし、寄り添える立場でいたいから常に毎回言ってるけど、うん、一つの道具として使ってもらっていいから、そしたらハマっていくから、わかんだから、俺はそっからはめていくスタイルだから。おぉ、バシバシに。僕らもっと大きくなってセブンオーダーと一緒に仕事したいですね。そういうのもいいね。それこそずっと言ってる手越しなんだもん、うん、お肩並べられるとかっていうのはおかましいけど、僕たちはねアリンコみたいな立場ですから。でもいいのよ、アリンコから大きくなった時がめっちゃ楽しいから。大きくなって第一歩二歩踏み出してる最中ですから、うん、応援してください。はい、触らないで。じゃあ俺一個言いたいことあるの、一個言いたいことあるの言っていい？嫌です。みんなコメントしろ。コメントみんなに欲しいの。それに対してアンサーしたいからな。んて言ってほしいですか。何でもいいよ、周りに。ミュート君の話もっとこういうとこ聞きたいとか、セブンオーダーのアラン君の話も聞きたいとか、こういう企画やってほしいとか、そういうのすごくやってほしいから。いやマジで欲しい。マロンさんのやつに出て思ったの。マロンさんのやつを俺が出てるから、その時俺もチェックして、ユウ君懐かしいとか、ユウ君のこういうとこ好き、トーク力やばいとか見てテンション上がるし、ダメなとこも書いてあったら見たいし、もっとほんとコメントしてほしい。コメント率が少なすぎて結構慣れてる。頑張ってるから。じゃあ一回泣いてください。今の鳴き方何？変な動物出てきたかと思ったよ。動物に例えると何？ロバ。ロバなんだ。あ、ロバ。ゾウの鳴き声やすいんだ。パオーン。ちゃんとゾウやん。じゃあ俺にも一個だけ言っていいよ、何やってほしいか。ウサギの飛び方。ウサギの飛び方？うん。させんで、なんかね。というわけで、まあ今日はね、その森田ミュート君が脱退してしまう、でもみんなこれからも頑張って生きていこうよっていう動画でした。でも嬉しいよ、やっぱミュート君のことを踏まえてたけど、うん、TikTok ライブちょっとゆっくり見て元気出たって言ってくれる人もいるから、うん、そのことはすごく嬉しくて。あ、確かにね、俺らは近い距離にいるから、嘘抜きでほんと常に見てるから、 DM を、 TikTok ライブもみんなのこと大事に思ってるから、全然遠くないから。ミュート君の話なんかも俺ちゃんと関われる人間だからさ、なんかミュート君とかが嫌がることとか絶対しないけど、これを見て俺が逆の立場だったら、プライベートで電子とかで見た時に、あ、言ってくれてんだ、嬉しいと俺絶対なるから。うん、今ミュート君に対してのさコメントとかバーって来てくれたらさ、うん、それをゆう君送ることもできる。こんなにたくさんの愛されてるコメントが来てますよっていう。そうだ、しかもミュート君がそれ見た時にめちゃくちゃ嬉しいじゃん。嬉しいよ、本当に。俺大先輩だから、ね、俺がこんな動画出していいのかちょっとにわかなんだけど、世の中にもっと分かってほしいなって思うから。俺らの考えみたいなのが浸透すればさ、脱退の時もちょっとの免疫がつくんじゃない。免疫をつけろって言ってるわけじゃないけど、こういう考えもあるからこういう感じで思ってんじゃないのっていう立場を話せればさ、こういう時こそミュートに届くメッセージ、嬉しいメッセージを送ってあげることが一番いいと思う。グループのこと考えろっていうのは僕今は一切必要ないと思ってて、みんなで決めて発表した上のことだから、それはファンのみんなには申し訳ないって絶対誰よりも思ってる本人が。本当になんかみんなすごいけど、安井君ってすげえと思った。言葉選びがすげえ、やっぱリーダーだな。まあ、あれはリーダーですね。うん、誰もが認める。まあそんなこんなかなって思います。なんか僕が思うことを話せたらなって、今コメントくれてるのもあったから、みんなにこうちゃんと言われたことに対して、できる限り企画にするねって言ってるから、うん、本当にみんなお願いだから、全然無理しなくてもいいけど、コメントなんてもう5秒やん、もう、うん、いや何でもいいよ、もうとりあえず本当にコメントして。コメントだ、ね、お願いします。お願いします。結構ね本当に嬉しい、みんなが、うん、インスタのコメントとかもね。そう、インスタのコメントして強制。
でも言わないと、やっぱしてほしいことっていうのを素直に言うべき。コメントして TikTok ライブにも来て、うん、ちゃんといいねを押して、はい、チャンネル登録も押して、僕らが何かをやるってなったらそこに来て、それで愛と愛を分かち合って、俺らは普通にずっと一緒に歩んでいって、ニコイチで進んでいく。はい、これで終わり。はい、ずーっとみんなで幸せで笑っていればいい。そういうことです。はい、てなわけで皆さんいつも本当に応援ありがとうございます。大好きです。これからも感謝を忘れずに進んでいこうと思うので、今後も次楽しい動画ね、また出そうと思って、今回はちょっと俺の大好きな師匠だって、ミュート君のことをみんなが、ね、楽しんでる最中だったりとか思うものもあったりするから、ちょっと遅くなっちゃったけど、ちょっと知れたら嬉しいなみたいな。セブンオーダーのことも僕らも応援してるから、一緒にまた応援してもらって、俺らのことも好きになってもらって、またみんなが明るくなればちょっといいなと思って撮った動画。はい、こんな感じで次も楽しい動画でまたお会いしたいなと思います。皆さん、それでは次の楽しい動画でまたお会いしましょう。バイチョー。